羅作雪間1宮の下のホテルを出た時は薄きが出ていたが秋の箱根の天気癖で5分も経たないうちに霧がかかってきた笠原の別荘の門を入ると向こうのケースメントのガラスの面に夜明けのような空明かりが映り 沈んだ陰鬱な調子をつけている。急に冷えてきたと見えて、霧の粒が大きくなり、いつの間にか服がしっとりと湿っている。うねうねと盛り上がった赤張もみの寝灰につまずきながら、玄関の方に行こうとすると、茂みの間からほのかに漏れ出す街灯の光の下で、笠原の細君の き子と、しげの三つおが向き合って立っているのが見えた。二尺ほどの間隔を置いて向き合っているが、それはただそうしているというのではなく、劇場を潜めた生の姿勢だと思われる。そういった切迫した様子がある。これは弱った。伊沢ほどの年になると、 他人の成就を好き見させてもらっても、格別啓発されるようなことはない。することがあるなら、何でもいいから早く済ましてしまえと、じりじりしていると、重野の手がそろそろと伸び出し、何とも言えない優しい様子で、秋子の肩に触れた。始まった。伊沢は下打ちをしながら、額に手を当てた。 願えるなら、あまりひどい光景にならないようにと念じているうちに、今度は秋子の手が上がっていき、し野の胸のあたりを撫でるようにしながら何か囁ささいた。伊沢の耳には、とうとうあなたもと聞こえた。もことした霧の渦の中で二人の影が動いたような気がした。たぶん。 何か新しい発展をするのではないかと恐れているうちに、風が出て霧が流れ、またジョージの舞台が現れ出したが、霧に濡れた下草がそよいでいるばかりで、二人の姿はもうそこにはなかった。昼過ぎ、ホテルから電話をかけたら、笠原は仙国原でゴルフをしているということだったので、 時間を計ってやってきたのだったが、さいくんがこんなことをしているようでは、笠原はまだ帰っていないと思うしかない。長いガラス扉の側面に続く翼奥のようになった2階の窓に火がついた。ラリーク式の窓の大きな部屋で、赤みがかったカーテンの裾のあたりに淡い光が滲んでいる。 背の低いフロアスタンドの屋宅に置いたサイドランプの光なので、すると、あそこが笠原の細君の寝室なのだろうと、そんなことを考えながらぼんやりと見上げている後ろから、誰かにぐっと服の襟を掴まれた。何を言う暇もない。襟紙を掴んだままずるずると押してゆき、赤張もみの幹にこじりつけると、 今のところ殴りつけることしか考えないと言ったように、息を切らしながら頭のところをむやみに殴り始めた。伊沢は両手で顔を防ぎながら、されるままにぐにゃぐにゃしていたが、いつまでたってもやめない。正体のない暴れ方をするところを見ると、酔っているのかもしれない。いい加減にやめさせる方がいいだろう。 もういいだろう、それくらいにしておけ。振り返りざま手で押してやると、そうしようと思ったわけでもなかったのに、相手の胸を強くついたらしく、見事な尻餅をついて青の毛にひっくり返った。盗っ人と,とその男が悲鳴を上げた。勝手の戸が開いて、誰かこっちへ走ってきた。 女性らしい骨太の青年が、いきなり伊沢の手をねじり上げておいて、こいつと背中の真ん中を強くついた。これが今夜一番の痛手だった。舌が縮まって息が詰まり、伊沢は思わずそこへしゃがみ込んでしまった。こんなところへ入り込んできやがって、おい、明かりをつけてみろ。 尻餅をついた男が、息きまくように言った。笠原の声だった。笠原さん、伊沢です。大柄のチェックのコートを着た笠原が、尻下がりの愛嬌のある八時眉をピクピクさせ、びっくりした子供のような目つきで、伊沢の顔を見返した。伊沢さん、これはどうも。やられました。 笠原は両手で頭を抱えて「いやとんだ闇仕合で宮島だんまりの今朝太郎があなただったとは驚きました。何しろこの霧だから危なくってしょうがない。御用邸の前へ車を置いてそろそろ歩いてくると木の下に人が立っている。私は臆病者で怖いとカッとなると。 年がいもないことをやり出すので困ります。真面目になればなるほどひょうきんに見えてくる。善良すぎる顔に愛想笑いを浮かべて、くどくどと言い訳をしてから、なんだからって何もあんな手荒なことをしなくとも、一体どこをやったんだと恐縮して立っている書生を叱り飛ばした。さすがに照れくさい風で、 それとなく言いくるめてしまったが、正体もないような今の暴れ方から押すと、多分、憎い誰かと人違いしたというわけだったのだろう。その辺の機微は、伊沢にも飲み込めぬことはなかった。お騒がせして恐縮でした。藤屋ホテルにおりますが、こちらにいらっしゃるということで、ちょっとご挨拶に伺ったのでしたが。 それはそれはようこそ。久しくなりますので一度お会いしたいものだと思っておりました。家内も退屈している風だから喜ぶことでしょう。ともかくまあ。そう言うと、笠原は先に立ってちょこちょこと歩き出した。植え込みの間の道を回り込んでいくと、テラスの向こうの奥まった玄関に、駒遣いらしいのが出迎えに出ていた。 奥さんはおかわりございません。二階の寝室に明かりがついていた。ご機嫌はいいのかご食家がおありなさいませんようで、夕食はお下げになりました。笠原はしぶくうなずくと、伊沢に、どうも失礼。家内が引きこもっておりましてね。大したこともないようなんだが。 何かと難しくて手に余ります。そう言うと、取ってつけたような空笑いをしながら、食堂の脇間のような部屋に連れ込んだ。さりげない風に笑い流しているが、笠原の胸の中にあるのは、そんな単純なことではないのだろう。笠原の顔は、人のいい男につきものの、感情が丸出しになる正直な顔なので、 ごまかそうにもごまかせない。壁付け塔の明かりで笠原の目頭にきらりと光るものを見つけると、伊沢は思わず目をそらした。怒っているのか、嘆いているのか、何か泣くほどのことがあるのらしい。自分に関係のあることではないが、こうして笠原と向き合っていることが、急に重荷になってきた。 笠原中兵は中東とアフリカで木綿を買っている大見財閥の一族で、家同士は三代前からの遅延の続きだが、笠原その人と伊沢はこの四五年来の付き合いで、年代から言えば若草緑といって映画のスターだったこともある笠原のサイ君の秋子や、秋子と同じ撮影所にいた、 の方がもっと古い。と緑は渋谷の小峠で同棲していた一時期がありその後映画と縁を切って笠原と結婚したが相互の交通は公認されている風うで麻布の屋敷などにも出入りし仕事のない時は笠原のゴルフのお相手をしたりしていた奥さんはどういうご病気なんですか それがね、半年ほど前から非常に疲れやすくなって、少し長い話をしてもぐったりと疲れてしまう。結局はまあ、神経衰弱の弱いやつなんでしょう。部屋を暗くしてベッドにいるのが一番いいらしいので、気遣うほどの病床でもないから、なるたけ寄りつかずにそっとしてあります。紅葉も終わって、 この辺は雪が早く来るからそろそろ東京へ引き上げる方がいいのですが動くのは嫌だと言うんだから悪くなるならいっそのこともっと悪くなってくれれば心配してやるかいもあるのですが何しろ一日中寝室でぐったりしているだけだと言うんですから張り合いも何もありませんそんなことを言っているところへ駒遣いが入ってきた。 うん何だぶしつけで恐れいるのですが、御用がお済みになったら遊びにおいでくださるようにと、奥様がおっしゃっていらっしゃいました。笠原がうなずいてみせると、ただいま足託をしておりますから、少々お待ち遊ばして。茶会の待合で言うような挨拶をして、駒遣いが脇間から出ていった。 いつもこういう扱いを受けているのか、笠原は不思議そうな顔もせず、楽しいことを待っている子供のような目つきになって、あれの部屋は二階ですが、その階段を上がるのは私も三つき目ぐらいです、とわからないことを言い出した。今日あなたがおいでくだすったことはいろいろな意味でお礼を申さなくちゃならないんですよ。 ここしばらく自分から動き出すようなことはついぞなかったのですから。寝室でぐったりしているだけということはあるまい。霧の中で茂野と向き合って立っていたのは確かに秋子だったが、もしそうならく君を見る笠原の目に隙があるというほかはない。それは笠原が自分で気がつかない限り。 永久に訂正できないような性質のものだった。そういうことならご遠慮しましょう。後でお疲れになると困るから。疲れるのが望みだと言うんです。あのわがまま者が務めたりするはずはないから。さっきの駒遣いが入ってくると、笠原は椅子から腰を上げた。いいのか伊沢さん。 あれは寝たままなんでしょうが、病人に違いないのですから、どうか気持ちを悪くなさらないで。そういう間もニコニコと笑いやまなかった。二。広うの続きから緩い階段を上がると、ドアの前に駒遣いが待っていて、二人を部屋に迎え入れた。庭に向いた方の壁は、 全体が窓になったラリーク式のガラス壁で、高い天井から床まである赤いビロードのカーテンがどっしりと垂れ下がっていた。マットレスを積み上げた正方形のデワンリのそばに大きな屋宅があって、その上にカルトンの傘をつけたスタンドランプが置いてある。伊沢が庭から見上げたのは、つまりはこの明かりなのだが、 そんなことはともかく、この部屋全体が、いかにもこしらえすぎた感じで、舞台装置の中にでもいるような思いがした。伊沢さん、いらっしゃい。いよ、しばらく。笠原が予告したように、秋子は三角に折った大きなショールで肩と胸を包み、壁に持たせたいくつかのクッションに上半身を埋め、 純白の薄毛布の下に両足を伸ばしてぐったりしていた。一別した瞬間、この物さな様子は部屋のスタイル同様、どうやらこしらえものらしいと伊沢は直感した。どうだね笠原は人のいい笑い方をしながら秋子のそばへ行き、顔の上に鏡込んで頬に接吻した。秋子は、 いらっしゃい。とつぶやきながら、もう一方の方を差し出した。西洋人の夫婦が家庭で交わす過剰的な接吻だが、それがぴったりと板につき、キザな感じがしないところが妙だった。見たところ元気そうじゃないか。それはそうだろうじゃありませんの。まだ死にかけているわけじゃないんだから。で、厳しくやりつけておいて、 やつれの見える美しい小さな顔を伊沢の方へ向けると「伊沢さん見てちょうだいあたしの格好を」鼻にかかった声で歌うように言った「どうしたって幸せそうには見えないでしょうこれがあたしの生活なの」笠原は卓を挟んだソファに伊沢をかけさせると つるり剥げ上がった額をなで上げながら「もうご存じのことだろうと思うが私の家庭というのはおかしなものなんです」「私は私の家内は家内の財産を持って自分のしたいように暮らしている」「私の家庭家内の家庭それぞれのスタイルで一軒のうちの中に収まっている」「食べ物も違えば食事の時間も違う」 悪い意味の自由主義が家庭という枠の中でこれほど見事に成果を上げている例はちょっと少なかろうと思うんですよ。伊沢さん、笠原の言うことなんか本気になって聞くことはないのよ。こんなでたらめばかり言う人もないもんだわ。秋子がおひゃらかすように言った。笠原はのどかな顔で ご機嫌が悪いようだな。伊沢さんがいらしたんだから、強羅のロッジへ電話をかけて、シゲノを呼んだらどうだい。お前がそうしたいなら、俺の方は構わない。シゲノは今日の午後いっぱいゴルフのお相手をしたばかりなんでしょう。あなたの家来でも奴隷でもないんだから、こちらの都合であちこちするのはよしたらどう お前さんのいいように。重野といえば今日は妙だったよ3番のグリーンでどうしてもアプローチができないのだ体の具合でも悪いのかなどうしたのかしらここのところ久しく会わないから知らないわさまざまな用紙の瓶や水差しやタンブラーを駒使いが2人がかりで小さなバーの引っ越しほど持ち出してきて の上に並べたの「相当なライブラリーですね」「キルシュデラメラキャンティこれはペルノー以前の本物のアブサントだ」「珍しいものがある」「アキコはナスコンの字にあざみを白く抜いたシュミジェの長い裾をつまみながら2人の間に割り込んでくると」 伊沢さんも阿部さんとの組なのこの笠原のじいちゃんもそうなの。寝酒というんですかこれを飲んで豚みたいに眠りこけるのがこの世の楽しみなんだって。伊沢さんお手際なところをお目にかけましょうか。三分の一ほど阿部さんとを継いだ足つきのグラスの縁にナイフを渡して角砂糖を一つのせ。 それが少しずつ溶け込むように、ゆるゆると水差しの水をついだ。今のところ、笠原の上機嫌を損なう、いかなるものもない風で、グラスの底によどんだ筋力のアブさんとが、水を継ぐにつれて乳白色に変わり、それが真珠棒色に輝いてくるのを、ウキウキと眺めていた。アキコはグラスを目の高さまで上げ、 きりこを光らせるようにして酒の色を見てから「こんなところかしらまあ召し上がってみてちょうだい」と言って伊沢にグラスをよこした笠原は自分の番を待っているらしかったが亜希子はそ知らぬ顔で向き合う椅子に落ち着いてしまった「奥さん俺のは?」 あなたは飲むとすぐ居眠りすぐりるでしょう。もう少し後になさる方がいいわ笠原はひょうげた顔で伊沢の手元を見ながら「そいつは私には麻薬のようなものでとかく失態を演じさせますアブさんとというやつは確かにくせ者ですよ」言い訳をしながら酒瓶の方へ手を伸ばしかけると昭子が りあなたはあなたのを持ってこさせればいいでしょ仕掛けのあるのをそれはそうだが伊沢さんの前で何もそんなところまでさらけ出さなくとも照れたような顔で間使いを呼ぶと自分の部屋へ阿部さんとの瓶を取らせにあった間使いが言いつけられたものを持ってくると笠原は「は」 酒瓶と水差しを手元に引きつけ、自制でよろしくやりながら、あれこれと洋酒の講釈を始めた。じいちゃん、うるさいわよ。どうして今夜はそんなに喋るんです口が一人でに動くんだ。口を閉めてくれ。そんなにおっしゃるんなら閉めてあげるわ。き子は乱暴にアブさんとおつぎ。 いいかげんに水を割ると木に近いのを笠原の口元に差しつけた「これを飲んでさっさと潰れてしまいなさいお休みになる時間よ」「眠くないが寝てやってもいい」「継がれたあぶさんとぐい飲みすると」「伊沢さん私が邪魔なんだそうだからその辺へ片づいて一眠りします」 家内も今夜は調子がいいらしいから、ご用がなかったら、ゆっくりしていらしてください。笠原は壁際の長椅子によろけ込んで、うつらうつらしていたが、まもなく長椅子の肘に頭を落として、調子の乱れたいびきをかき出した。ほら、もう眠ってしまったわ。虚脱したようになっている、 笠原の哀れな寝顔を、き子は下目に見下げておいて、そろりと伊沢の隣の椅子に移ってきた。あたしの影が薄いでしょ間もなくすーっと消えていきそう。寂しいのよ。病気だなんて言ってるけど、はつらつたるもんじゃないか。なかなか死にそうもないよ。お話ししたいこと。 山ほどあるの。ご迷惑でしょうけどぜひ聞いていただかなくてはならないの今夜は変なものばかり見てしまって気が重い23日中に出直してきてゆっくり聞くよ何を怒ってる気に障るようなことを言ったかしら酒瓶の仕掛けというのは眠り薬のことなんだろう。笠原の崔君は 亭主を眠らせておいて夜から朝まで勝手なことをしているという噂を聞いたが本当のことだったんだな何のつもりでいるか知らないがあんな好人物をもてあそぶのはいい加減にしろ面白くないよそれもお話ししたいことの一つなの笠原の正体はどんなものだったかということを 小しそうに薄笑ってからこんなことを言った「結婚した当座じいちゃんのお勤めにうんざりしてベッドワインにアドルムを仕込むようないたずらをしたこともあったけどそのうちにそんなこともめんどくさくなってやめてしまったのそうすると笠原の方から要求するようになったというわけ何を言っているかわかるでしょ 若い頃のお道楽の報いで全然ダメになっているのを悟られまいというのと、あたしを悪者にして自分だけに同情を集めようという二重の策略なの。すっかり呼吸気取りで不定な妻に冷酷な取り扱いを受けているなんて方々で触れまわしているらしいの。感極まって泣き出したりすることがあるんだって。 いくらか正体が分かりかけてきたけどヘラヘラ笑ってばかりいて捉えどころがないでしょう。今何を考えているのかと思うとぞっとすることがあるわ。10月13日の夜から紅葉があるのに雪が降り出した。朝の八時過ぎ。 一時間ほど雪間があって日が照ったが、まもなくまた降り継いで大雪になった。箱根では例年より十一日早く雪が来たわけだったが、小涌谷や足の湯にいた客は震えながら遠野沢や湯本へ移った。十四日の朝、ちょうど雪間にあたる頃、重野光男が交通事故で死んだ。 ゴーラから車でで宮の下まで降りる途中、道路から飛び出して谷底まで一気に落ち込んだというようなことだった伊沢はホテルのフロントでその話を聞いたすぐ笠原の別荘へ電話をかけると旦那様は昨夜東京へ奥様は小田原へお下りになったという返事だった午後2時ごろ 小田原の警察署から電話があった。私は署長ですが、伊沢次郎というのはあなたですか。ご足労でもこちらまでおいで願いたいので。ええ。笠原さんの奥さんのことで。お目にかかって詳しく申し上げます。小田原の警察署へ出向いて名を言うと、折り襟の服を着た警官が椅子から立ってきた。 私は交通二課の事故係です。伊沢さんですかご苦労さんでございます。どうかこちらへ。ニスを塗った板張りのついたてが、街灯掛けにもまじきりにもなって、大部屋の奥の方を二つぼばかり仕切ってある。剥き出しの丸テーブルと椅子しかない面会所といったところに、伊沢が落ち着かない顔でかけていると、さっきの事故係が、 所長と一緒に入ってきた。所長です。遠いところを呼び立てして。そう言いながら名刺をよこした。失礼ですが、笠原忠兵衛さんとはどういうご関係で同業、祖父の代からの古い交際で。奥さんの方は友人と言ったところです。奥さんはまだこちらにおられますか 何か難しいことでも笠原さんの奥さんのことですが、所長は困ったような顔になって、おられます。お引き取り願いたいのですが、どうしてもお帰りにならないので。どういうことでしょう殺されそうだから保護してくれと言われるんですがね。よく飲み込めませんが、 一体誰が殺すというんです奥さんは、茂みつ男が殺されたから、今度は私の番だ。これはほぼ確実なことだから、ぜひとも保護してもらいたいと言われるのです。茂のは交通事故で死んだと聞きましたが、殺されたというような事実でもあったのですかいや、全然。私が説明します。 交通二課の事故係が所長に変わった。事故を起こした強羅宮の下間のカーブは、勾配と曲折、視界と、悪い条件が三つ、うまい具合に揃った危ないところで、あの場所だけでこの二年間にもう五件以上やっています。現場行ってデータを見ましたが、当然そうなるような状況で。当然というのは 重野さんは15分の1の勾配を7、80のスピードで降りてきて、第1の曲折で左へ40度ぐらいに急カーブを切ったが、それが浅すぎて全部の左の車輪が谷へ出てしまった。そこで慌てて左へ大向かいに車を回したが、回しきれず、崖端の雪だまりへ左の後輪が出たもんだから、ズルズルと降落して、 そのまま一気に谷底へ飛び込んでしまったという状況でした。車は車は56年のオースチンの新車で、ご承知のように油圧式の四輪制動で、安定のいい車だから、車の故障のせいだとは思えない。デラックスかフェートンの中古車なら問題があるでしょうが。それはそうです。 追突された様子も接触して煽られたような形跡もない。あそこで誰もがやるような経過を踏んで落ちている。と申しますのは、ああいう場所の事故は皆紛れもない性格を持っているもので、つまり、どの例もハンで押したように同じなんです。だからどこかに、まあ、企画ですか。それに外れた動きが一箇所でもあれば、 これは変だとすぐわかるものなんですが、格別そんなデータもない。他からの作為が加わっているとはどうしても思えない。もしあれば、加害者も車と一緒に谷へ飛び込んでいなければならないわけなんで、結局のところ笠原さんの奥さんの言われるような事実は想像できんということですな。よくわかりました。 ちょっとお尋ねしますが、げ野さんは運転の方は、古くから車を持っているし、運転の方は確かでした。飲酒して運転されるようなことはなかったでしょうか。私の知っている限りではそんなことはありませんでした。げ野さんは午前8時過ぎ、雪がやんで日が照り出したところを見計らって強羅から降りた。 当時の積雪量はだいたい10センチ程度で、通行が困難だというようなことはなかった。私の見解ですが、重野さんは泥酔して運転していたのではないでしょうか。奇跡が蒸気を逸している。実にどうもしどろもどろなんで、そんな失礼な想像をしたわけですがね。重野は朝の8時から泥酔するような習慣は、 過去にはなかったようです。それで所長さん、笠原の才君は証拠とするものがあってそんな主張をしているのでしょうか所長は笑いながら首を振った。いや、何も。必ず誰かに殺される。だがその人の名は言えない。笠原さんの奥さんは、シのノミツオが殺されたから。 今度は私の番だというようなことを言われる。重野が殺されたら、なぜ笠原さんの奥さんが殺されなければならないのか。その辺の連帯関係について、何かお気づきの点がありますか参考までにお尋ねするのですが。格別、これと言って、笠原さんの奥さんは、若草緑という映画女優で、 シゲノミツと同じ撮影所で働いていたそうですが、あなたはその頃から二人とお知り合いだったのですかと、急に難しい話になってきた。重ゲと自分を掛け合わせて考える以上、アキコの恐れている異想の人物は、笠原中兵なのに違いない。奇妙な形で結びついている三人の関係を説明すれば、 おのずから疎通することもあるのだろうが、進んで真実したいような事柄でもなかった。二人は私の友人ですが、偶然に銀座なんかで出会えば一緒にお茶を飲むとか、酒を飲むとか、その程度の交際で、深いことは何も知りません。これは真実です。所長は老媒している伊沢の心の中を見透かしたような顔で、 苦笑しながら頷いてみせた。ここは法廷ではないから、真実などという言葉をお使いにならなくとも結構です。警察に代わる保護者としてあなたを指名されたので、どういう関係にあられる方なのか、ちょっとお尋ねしただけです。今も申しましたように、我々には笠原さんの奥さんが感じていられるような不安というものは、 想像できませんのでね。ここへお呼びしますから、どうかお連れ願いたいのです。興奮していられるようですから、その辺のところもどうか。書務の警官を呼んで、所長が何かささやくと、間もなくついたての間から、黒のスーツにトナカイの黒いハンドバッグを抱えたアキコが、興奮に青ざめて、唇を震わせながら入ってきた。 伊沢さん、すみません。あなたにご迷惑をかけるつもりはなかったんだけど、警察では面倒を見切れないというもんだから。所長のそばへ行って、形ばかりの会釈をすると、警察では事故だと思い込んでいるらしいけど、私にはうまく仕組まれた殺人だということがわかっている。今度は私の番だというんだから、私が怖がるのは無理もないでしょ 帰れと言うから帰りますが、もし、あたしが殺されたら、あなたはさぞ嫌な思いをすることでしょう。所長はこんなことには慣れきっている風で、横を向いて相手にならなかった。待たせてあった車に乗ると、明子は疲れきった様子で、ぐったりと座席にかけた。どこへ行けば安心できるんだね。 あきこは顔を上げると強い目つきになって、あなたまでおひららかすのあたしが冗談を言っていると思っているんですか今日はバカな話はよしましょ箱根以外ならどこでもいいから気の向いた方へやってちょうだい。と、にべもない調子で言った。とりあえず湯河原へ行くことにして運転手に宿の名を言ったが、 ひどく真剣なアキコの目の色を見ていると、ただのヒステリーだけではないような気がして、急に不安になってきた。警察では何も言わなかったようだね。あんな手合いに言うことなんかあるもんですか。何も言わずに黙って保護してくれじゃ、向こうも弱ったろう。あたし言ってやったのよ。しげのが雪の晴れ間に。 ゴーラから降りてくれば、どこのカーブでどうなってどんなふうにして谷へ落ち込むかはっきりと知っていた人間がいるってそこまで言ってもわからないんだから申し上げる言葉もないのよそれだけでは俺にもわからないどういうことなんだ仕事があるならともかく今はオフでしょあの怠け者が。 雪降りの朝の8時に車で降りてくるなんてしょっちゅうあることじゃないから誰かに誘い出されたのだと思うべきでしょうそうかもしれないそうかもしれないでなくて事実だったの8時ちょっとすぎにいつも連絡してくれる女の子から電話があってしげ野さん今車で出ましたから間もなくそちらへ着くでしょう お悪いような話でしたが、お元気な声を聞いて安心したわって。あたしは病気でもなし、茂野に電話なんかかけた覚えはないのよ。誰だろう自動車の事故は霧の日か、道が凍った時だけに限ると思うのは間違いで、電気のいい日の照りつけるときだって起こりうるのよ。 映画に関係したことのある人間ならすぐ気がつくことなんだけど、あなたにはわからないかもしれない。襲名って言葉、知ってる知らないね。眩しさというものに極端に栄感な状態。あたしもそうだったけど、シゲノはライトにやられて、電気性岩塩というやつになって、失明する一歩手前まで行ったことがあるの。 もう普通になったけれど、何かの拍子で強い光線に当たると、視界が暗黒になるようなことがあるので、クルックスの特殊ガラスのサングラスをいつも持って歩いていたわ。そうだったのかい。そんなものをかけたところを見たことがなかったが。シゲの脇取り屋だから、人に悟られないようにしていたらしいけど、この間、仙石原のゴルフリンクで、 西日に向かってアプローチをしているとき、突然襲名が始まって、えらいミスをやったもんだから、笠原が感づいてしまったのね。それは、君の想像なのか想像でも妄想でもいいの。話の順序はこうなのよ。多分、あなた見られたと思うんだけど、霧の夜、 玄関であたしと茂野が立ち話をしていたことがあったでしょ。茂野はゴルフリンクでクルックスのサングラスをなくしたもんだから、心配になってあたしのところへサングラスを借りに来たところだったの。あたし、ウルトラ人のサングラスを持っていたはずなんだけど、探してもないもんだから、貸してあげることができなかったわ。へえ、事実なら、 怖いような話だね。ええ、簡単なことだったのよ。茂野のサングラスを隠して、雪間の日の照り出したところを見計らって、誘い出しの電話をかけるだけ。一応筋は通っているが、あのとんまな笠原が、そこまでのゲートをやってのけるかどうか。 信じられないような話だった。明子は脇窓から急に冬めかしくなったサビ色の風景を眺めながらつぶやくように言った。今となってはどうでもいいことだけど、茂野のサングラスは宮の下の笠原の部屋のどこかに放り出してあるはずだわ。あたしには。 それが見えるような気がする。